イーストサイドストーリーは1982年にフランスの人類学者のイブ・コパンが提唱した人類の誕生の経緯についての仮説発表後に否定的な証拠が発見されたことで破綻し最終的に提唱者のコパン受信により撤回された第一交代の位置その内容はアフリカ大陸東部のサル人類が人の祖先であるとするものである アファールエンジンの一女性個体であるルーシーが南北に連なる山脈の東側で発見されたことからこの仮説が立てられた。説の名はブロードウェイミュージカルウエストサイドストーリーをもじって付けられた。第一交代付近で800万年前の頃から作り山運動が盛んになり大西洋の水蒸気を含んだ。 変西風が第一高帯の山脈にぶつかって多くの雨を降らすようになる一方で山脈の東側の地域には雨雲が届かなくなり乾いた風による気候の乾燥化が進んだその結果東側のは森林地帯からサバンナへと移り変わり森に高度に適応していた類人猿の祖先は絶滅していった一方人類の祖先は 気候変動以前に長らく行っていた森での暮らしの中で直立二足歩行に欠かせない中電筋などの筋肉を発達させていたと考えられ、この能力が結果的幸運を招く形で平原を効率よく歩き回るという新しい生活様式への適応を可能にし人類進化への道筋が開けたとする仮説である。現在、この仮説は定説ではなくなってきており、 人類は森林の中で進化したという仮説が有力である。この仮説が破綻した理由として、約800万年前の大地高体付近の作り山運動は小さく大きく隆起したのは約400万年前であったと考えられるようになってきたことが挙げられる。これは人が直立二足歩行し始めたと考えられている約600万年前よりも後のことであり、 第一交代形成を人類が類人猿から分岐する原因と考えると矛盾している。また、当時のアフリカ大陸東部の乾燥化は完全ではなく、森林がかなり残存していたことが炭素同位体の分析から明らかになっている。トゥーマイエンジンの化石出土地そして2002年にアフリカ大陸中北部のチャドの約600万年から約700万年前と、 考えられる地層から、トゥーマイエンジンの頭蓋骨化石が発見されると、これが仮説を破綻させる決定的証拠となった。それというのも、このエンジンの生息地は第一交代より、明らかに西側の地域に属していたからである。頭蓋骨から背骨につながる、穴の位置から判断するに、このエンジンは直立二足歩行をしており、 コパンが東側に限って始まったと考えた人類の進化が西側であるいは東西の別なく始まっていたことが確かめられたのであった。顔の特徴からこのエンジンは進化系統は結果的に子孫を残せずに消えた冒険ではなく後の人族につながる進化上に本流に属している可能性の高いことが判明した。このエンジンの出土層からは クロコダイルの頭蓋骨化石も発見されており、かなり湿潤な地域であったことが推定されている。2003年2月、提唱者コパンは、自らこの仮説を撤回した。ありがとうございます。